聖会寺は中華人民共和国の南京市内、北西部、越高楼の西隣にある仏教の寺院である。聖会寺の歴史は古く明英楽九年に、英楽帝角が、平和の南海遠征を記念して建立し、この時に、聖会の名を賜った。聖会には、四海平成、天下太平の意味が込められている。1840年6月に清と英国の間で、 アヘン戦争が始まり、1842年には英軍に南京を占領され、清は英国との協議を迫られ、正解時で8月12、13、14、24日に4回の会談が行われ、8月29日に英艦隊機関上で正式に南京条約が締結された。これは中国が初めて結んだ不平等条約であった。 1986年に聖会寺の再建が決定され、1987年に聖会寺市に628平方メートルの名建築の寺が建てられた。1990年8月には南京条約、資料陳列館が建てられ対外開放され、1996年末には香港返還を記念して拡張工事が行われ、 約600万円の費用がかけられ南京条約、資料陳列館は2800平方メートルに拡張された。2004年末には、定和の南海遠征600周年を記念して、拡張工事が開始され2005年末に完成し、正解時の規模は元の4倍の約12000平方メートルに拡張された。資料館は南京条約と定和に関する資料が豊富である。 正解寺は1985年5月に南京市文物保護単位に指定されている。正式名称は正解寺南京条約資料陳列館らしい。正解寺には南宋の未宿掛けもあり未宿掛けは1982年8月に南京市文物保護単位に指定されている。南京市コローク町月老116ありがとうございます。